ではアスペクト比を変えてみます。まずメニューボタンですね、こちらを押します。そして撮影メニュー1ですね、こちらで左ボタンを押します。下に下げていってアスペクト比設定 OK ボタンを押します。そしてこちらで上下のボタンで変えます。決定 OK ボタンですね。でメニューボタンで戻ります。変わりました。